Der erste Hinweis von Oda, dass Ruffy Stimmen hören kann, so wie auch bei Sonesha? Wenn man so darüber nachdenkt. Das Verlassen der Stadt des Wassers. Auf Wiedersehen, meine geliebten Kinder. Ruffy und die Crew befreien Robin und versorgen die Wunden, die sie sich während der Schlacht von Water 7 zugezogen haben, als eine mysteriöse Person auftaucht. Oh, ich habe gedacht, das wäre schon das Ende. Oh mein Gott. Was kommt denn jetzt noch? Wer ist denn da noch aufgetaucht? Gedächtnislücken. Ich werde alt. そこへフランキーが現れ、一味のために新しい船を作りたいと申し出る。ルフィたちはフランキーの提案を喜んで受け入れ、新たな船の完成と未だ戻らないウソップを待つことになった。そこに突如海軍本部中将げんこつのガープが現れる。ガープは長年にわたって海賊たちと戦い、伝説の海兵と称されるつわものである。Stimmt ja. Da hat er ja Dragon erwähnt. ガープは孫であるルフィを強い海兵にするため幼い頃から鍛えていたが、赤髪のシャンクスの影響で勝手に海賊になったことに激怒していた。シャンクスは 俺の命の恩人だ。悪く言うな。ごめんなさい。兄ちゃんに向かって言うなとは何事じゃ。そもそも赤髪がどれほどの海賊か、お前分かってるのか。シャンクスはグランドライン後半の海に君臨する4人の大海賊、4皇の一角を担う強大な海賊であると語るガープ。その4皇を食い止める力として海軍本部 オーカ七部会が存在し、3つの勢力が拮抗することで世界の平穏は保たれているという。さらにもう一人、ルフィの肉親に衝撃的な人物がいることが判明する。その人物とは革命家モンキー・D・ドラゴン。ルフィの実の父親だという。ドラゴンは世界政府打倒を目指す革命軍の頂点に立つ男である。 知らぬ者はいない世界最悪の犯罪者である。あ、これやっぱ言っちゃまずかったかの。<笑>今のなし。さて、お前はわしの孫なので、この島で捕らえるのはやめたと軍には言い訳しておくので安心しろ。その後、一人の海兵が ルフィの前に姿を現す。面白いですね。コビーキャンプ。久しぶりです。僕が誰だかわかりますか？インタレサント。コビーです。覚えていませんか？チビで泣き虫だったあのコビー。本当か？ 海軍総長コビー。彼はイーストブルーでルフィとゾロに出会い、海兵になるという夢を後押しされた少年である。近くにお二人がいると聞いて、いても立ってもいられなくて、今の僕があるのはお二人のおかげですから。しかしお前、成長期にも程があるぞ。驚いた。なんでグランドラインにいるんだ？ まだまだ将校にはなれてないけど、今は本部でガープ中将に鍛えてもらってるんです。ルフィさん、このグランドラインの後半の海の呼び名を知って、新世界、次の時代を切り開く者たちの集う海、その海を制した者こそが海賊王です。僕もっともっと強くなりますから、 必ずまた新世界で会いましょう。新世界。麦わらさん、手配書見ましたか？あんたとんでもねえ額ついてるぜ。それに他のみんなも追加手配されちまってる。
上がった、ソゲキングにもついてるぞ。なんで俺だけ選んだよ、これのどこが俺だ。笑われるんだ俺は。俺だって海賊だぞ、ちゃんと男らしく戦ったんだ。物申すぞ、五重ベリー。まあ、いろいろと言いたいことはあるだろうが、見てほしいのはこっちなんだ。兄貴が賞金首になっちまった。このウォーターセブンにいちゃ兄貴の命が危ねえんだ。きっと兄貴は俺たちが心配で島を出ようとしねえからよ。兄貴を海へ連れ出してくれ。あの人もともと海賊の子なんだよ。え、夢の船が完成したぞ。フランキーの兄貴がみんなを呼んでこいって。あと出航したはずの海軍が戻ってきてるんだ。急いだ方がいいかもしれねえ。じいちゃんが？ Wie Papst, Großvater. Führe Frank und Lissop zum neuen Schiff. Ach Gottchen, muss ich ja doch noch kämpfen. Ach, jedes Mal. What a tidoppa!Ich denke mal, das müsste jetzt der letzte Punkt sein. So, halt den hier noch. So.Da ist Corby. Na dann. Quatsch. Quatsch.So, den haben wir auch gleich. Ja, schnell ist der jetzt gewesen. Sup, sup, sup. So, Corby haben wir erledigt.Oh, Bones. So, was muss ich jetzt machen? Oh, oh.Frank ist auf dem Schlachtfeld ohne Unterwäsche aufgetaucht. Okay.
せたら俺の一丁だ。兄貴は俺を追ってくる。麦わらさんたちの船までうまく誘導してくれ。Schnell, wir müssen zu Frankie! Sama, Cyborg Frankie's Deshita da. Frankie wa doko ni? Shimatta! Kaigun da! Aniki mo otte kite utte no ni! Yabe! Pressure fire! Pressure fire! Ach, der hat doch. Ach, Mann. Na dann, helfen wir mal dem Hosen. Konka Seeschutt! Den Entdeckung! Nein, nicht den Hosendieb angreifen. Was ist das denn? Zack. Frankie mit seinem Au. Weg mit dir. Nein. Danke, Baby. Okay, dann gehen wir den Weg. Oh nein, der will seine Hose wieder haben. Mann, der hält echt ein bisschen was aus.
Komm schon, jetzt geh endlich drauf. Das ist echt noch anstrengend hier. Bleib du hier. So. So, die Richtung war schon okay. Komm schon. Der verliert ja schon seine Rüstung. Shit. Was? Komm schon. ありがとう。最高の船だ。大切にする。ああ、ねえ
らの旅の無事を祈ってる。フランキー、イエス、このパンツ返してほしけりゃ俺たちの仲間になれ。Oh, Bodenlose, mir tut mein Arsch weh. Zu lange gesessen. こいつはまだお前の言う夢の船にはなってねえはずだ。出航していくつもの海を越えて幾度もの戦いや困難を乗り切り海の果てへ到達した時、その運命の日を見届けた時に初めて夢の船になるんじゃなかったのか。やりてえことが変わったんだ。やりてえこと？それは違う。お前が今この島でやってることは全て償いだ。もういい加減に自分を許してやれよ、フランキー。なんだ？旅の荷物です、兄貴。ねえ、頭振り絞って一生懸命考えたんです。子分どもに敷かれたレールを棟梁の俺が歩けるか。申し訳ねえ、でも少しくらい考えたらダメですか。俺たちみてえなゴロツキを拾ってくれた大恩人のあんたの幸せも考えたらダメですか。Die neueste Tanga-Mode. Der Munitionshülsen-Tanga. Jetzt. Im Hunkemöller. Namaike yun ja ne yo.ハリボテ修理しかできねえ素人どもめ、これだけ立派な船に大工の一人も乗ってねえとは船が不便だ。仕方ねえ、世話してやるよ。おめえらの船の船大工、このフランキーが受け負った。やったー。Es heißt, ich darf endlich mit Frankie spielen.Coup de pouce.